完璧な信仰はありますか？はい、そのイエスインジ。完璧には私たちの不完全さとのリンクに配置する必要があります。私たちの不完全さが完璧のクロスである神の十字架です。従って私たちは神の全ての人に彼自身の十字架を持っています。イエスは神の唯一の息子であると宣言ために十字架での彼の死から、彼は神の完璧と本当に十字架を表しています。本当に神は何が私たちのみんなで起こることをイエスの人に示しています。だから私たちのみんなに神の十字架の完璧な例です。イエスによって与えられる実際の例では世界の人々のために全て有効です。今同じ神は本当にユダヤ人、彼自身のあった人々を設計した他の全ての人々のための有効な実際の例を与えるために、彼の神聖な歴史は私たちのみんなのための本当の例です。今、同じ神は本当にユダヤ人、彼自身のあった人々を設計した。他のすべての人々のための有効な実際の例を与えるために、彼の神聖な歴史は私たちのみんなのための本当の例です。それは実際に2反対の生活を持っていた。最初の生命は、エジプトの地球で奴隷として暮らしていた。第二の人生は全てが以前の生活から失われている。砂漠に住んでいた。異反対の生活の間にでエジプト期があった。よくこれが表す全ての人のためにというの詩は、エジプトの地球のこの人生から私たちのエクソダスです。この生活の中で我々は主によって許可されているもののみ行うことができます。我々は持っている本当の理数料理財の本当の終焉で許可されています。しかし世界であるエジプトのこの地球の他の全ての人々のための神の人の本当の例は重要です。我々は明らかで欠けているのは、逆方向での生活は全てが失われるでしょう。私たちの神、主は私たちが上に行くにこのクロスチェックを投げかけている。エジプトのこの地球に住んでいたこの人生、より個人的な脱出の後、我々はこの同じ生命の砂漠に行くよ。この交差チェックは存在のあらゆる方法についての我々の真の意思、私たちの正確な関心を理解するために私たちの誰もができるようになります。イエスによって示される新しいパスは、今日のエジプトのこの地球では祝福を注ぎ不幸であることを確認した。実際には他の生活の中で砂漠で生成した後、誰が注ぎ全ての幸運を持っている不幸な人、金持ちになるだろうということです。だから理由は、私たちの誰もに潜んだクロスから、今日はイエスが復活したので、後で私たちはその十字架から復活させるだろうように、神の意思によって、残念です、ので誰も今日はイエスが復活したので、後で我々はその十字架から復活するだろうように、神の意思によって交差している私たちの誰もがで潜んだクロスの唯一のこの信仰は、イエスに人間の十字架に入り、人生の最大の問題に真の永遠のソリューションを提供します。イエスでは全ての理論は実際の作業を進める実際のパスになっています。私たちはみんなが参加するものの本当の形として、彼の例では信じること、